掛け合わせ、組み合わせて新しい価値を作り出すということじゃ。ぬしら、わかるかの。例えば、うなぎのかば焼きとお茶漬けでひつまぶしじゃ。あんことバタートーストで小倉トーストじゃ。名古屋は日本のど真ん中、交流拠点ですから、東と西のいろんな文化が掛け合わさって新たな価値を生んだ。それが名古屋飯。大好きじゃ名古屋の掛け合わせ。